流鉄、株式会社は、千葉県にある、流山線を経営する、鉄道会社である。本社所在地は、千葉県流山市流山1丁目264番地で、流山線の終点流山駅に隣接している。不動産業も行っているが、ほぼ鉄道専業に近い状態である。なお、鉄道の路線延長は5 7トルと短い。かつては、 貨物輸送も行っていたが、すでに廃止されている。2008年8月1日に社名を、総武流山電鉄から流鉄に変更し、経営する総武流山線も流山線に、解消した。流鉄は、もともと略称であるが、松戸駅前のビルや、かつて行っていたタクシー事業などで使用される程度で、鉄道路線の案内などでは使用されていなかった。 創業以来どこの鉄道会社系列にも属さない独立系の鉄道会社であり、他に有力な副業を持たずに経営している小規模な鉄道事業者である。日本民営鉄道協会にも非加盟である。町民鉄道として沿線業者や住民が出資して開業させたことに橋を発し、流れ山市も出資している。一方、第三セクター鉄道とはみなされていない。 これは、旧、平和相互銀行のグループ企業であった、総武都市開発といった、市企業の参加に入り、市の出資はわずかに過ぎないためである。代表取締役も平和相互銀行のオーナーであった小宮山家から送り込まれている。旧、社名の頭につけられていた、総武は、かつて、大株主であった、総武都市開発に由来する。パスもスイカ等の交通系。 IC カードについては2015年の時点で対応する予定はないとし、その後も導入に向けた動きはない。詳細は以下の項目を参照。流れ山線の5線形、流星。ありがとうございます。